なるほどね。
ちょっとよかったね。勢いに押されそうだけど。大盤なんてだって久しぶりなのよ。あれは初めて。そうだよね。気合はすごかった。誰の気合？メンバーの気合はすごい。私一応前で見てて、すごい圧を感じた。気づいたらトロちゃんすぐ出てて、ね、なんか納得いらん。話してる最中その顔だからどうなんだろうなって。
つやって、もしもしちゃん向けのイフライダイみたいな。もしもしちゃん向けのイフライダイ。もしもしちゃん向けのイフライダイ。面白いな。ファックじゃなくて。ファックやろ。ファックはじゃあみんな。ファックみんな向けだから。もしもしちゃん向けのシートジェット。メッセージ。違う。コメントメッセージ。ってことは成立してるってことですね。あれが猫だと認識されてるってことか。バカだな、YouTube も。猫にアプリもスターフィッシュとかもなってるんですよ。すごい。自信になる。本当。削除されるまでやり続けるでも別に自分演奏して自分で歌うのはセーフなんだ。セーフだし、別にもうもはやその削除しないっていうのは。猫をキャットに、キャッツ、キャットに削除される。その通りですよ、はい、さすが。ありがとうございます。サイバーアクションチームで明かしてキャットになんだっけ、あ、全然わかんない。なんだっけ、なんだっけ、あ、僕の、ちょっと待って、ちょっと待って、マジでそれ。
りゃあのバランスの悪さじゃんね。顔はジュニアアイドルなのに体だけが、まあ、十種競技みたいな体。